国会は依然として野党が審議拒否して止まってますけども、今日細野豪さんと、長島さんが衆議院の本会議に出るということで、2人だけ野党から出席して、あとは自民党は出席して審議が続けられているという状態なんですけども、一体これ何の理由で止まってんのかもう全然わかんないわけですね。もう1週間以上、その例の財務省の福田事務次官のセクハラ騒動で止まってるわけですけども、まだ事実関係も明らかになってないのに、財務省は福田さんを辞めさせちゃって、今日なんか20%減給とかいう処分を出すと。本人は事実関係は違うというふうに言ってるわけですけども、官房長が元の事務次官を裁くと。で、なんでこういうふうになってるのかなと思うと、元は要するに国会を止めた責任があるというふうな、よくあるその世間をお騒がせしたってやつですね。国会を混乱させた原因があるので、やめますという話ですけれども、これはおそらくその安倍さん含めて首相官邸の意向として、福田さんを更迭しないと野党が収まりがつかないということだと思うんですけど、それでも野党は出てこないと。で、審議しないなら何してるのかっていうと、なんか別の議員会館の部屋に合同ヒアリングと称するものをやってですね、そこに役所の人たちを集めて、それも非公式の場ですからね、別に出ていく義務はないんだけど、課長とか課長補佐ぐらいを呼びつけてですね、本来なら国会で言うべきことをそのヒアリングと称する場で言ってる。それもずっと一日中やってるわけですよね。ほんでテレビはもうそこに入ってますから、役所の人たちだって呼ばれたって、そんなその公式の回答できるわけではないんだから、そこは分かりませんっていうふうに決まってるわけですよね。で、こういうおかしな、前からおかしいことは続いてたわけだけど、特に今国会 おかしくなってきた一つの原因は、もう野党がその肝心の法案審議でもう攻める材料がなくなったんですね。今国会ではその働き方改革っていうのがあったわけだけど、これも野党は軽視をつけて、実質的に一部先送りという形で、法案の、骨子の部分は今国会通すということになってるんだけど、こうなると野党は実はその抵抗できないんですね。通常の日程通り法案審議が進むと、今国会でこの法案が成立してしまうと。それを阻止するには、こうやって審議拒否してですね、国会を止めて、その法案を廃案に追い込むしかないわけです。これが日本の国会の悪いとこで、これ国会一年中開いてればこういうこと起こらないんだけど、会期末っていうのは一応設定されてるので、そこに間に合わない法案は次の国会でっていうふうにならないんで、いっぺん廃案になっちゃうんですね。だから、いわゆる日程闘争っていうのが野党の唯一の戦いになるわけです。と言っても、そのネタがあまりないもんだから、今回みたいになんかその個人のスキャンダルをネタにしてですね、わわ騒ぐと。で、与党の方もその別に単独審議すればいいんですけど、それを一応ね、議院運営委員会っていうのは全会一致っていうのが建前になってるから、野党が反対すると審議できないわけですよ。で、それをたまに単独審議やると強行採決って騒ぐわけね。でもういい加減にね、こういうこうなあなあの国会審議ってやめませんか。で、安倍さんはね、もう絶対多数持ってるんだから、ここでもう押し切っちゃえばね、別に野党だってこの、なんていうかな、抗弁する理由は本当ないわけですよ。ちゃんとした大義名分は本当ないわけ。だからね、もうここでいい加減に、この与党も、もう日程も限られてきましたからね、
そこから逆算するともう単独審議やらざるを得ないっていう状態だから、そんな別にね、野党がスキャンダルで騒いだって、そんなこと法案審議に関係ないんだから。なんていうかな、こういうね、昔から続いてるし、国会のこのおかしな仕組みっていうのが、ここに来てね、もう非常に末期的な状態になってきましたよ。昔からそうなんだけれども、要するに昔はある、よくも悪くも国対っていうのが機能しててですね、まあ、3日止めるけど4日目から出てくるとかなってたわけだけど、今はもう完全に野党が弱体化して、何にもそういう話ができない状態になってますから、野党の方もこういうこのテレビの喜ぶネタで騒ぐしかないわけですよ。まあはっきり言ってね、もういい加減にしてほしい。で、そろそろね、もう世間もね、その新聞もワイドショーも野党もちょっとおかしいんじゃないのっていうことになりかけてるので、そろそろもう国会を正常化してください。